楓。拓ちゃん。彼女は具合どうなの？今診察終わってトイレ行ってる。あ、赤ちゃんは大丈夫だって。赤ちゃん？あ、聞いてないの？ゆきちゃん妊娠したんだよ。<笑>びっくりだよね。お兄ちゃんも喜んじゃって。そっか。 拓ちゃん、もしかしてユキちゃんのこと好きなの？まさか。だって。何も言うことないの？すぐそうやって黙って、私の気持ちなんか聞いてもくれないんだね。いつもそうじゃん。石雄二、聞いてるの？ 主人にとって私って何なの？もういい。何今？なんとか言えや！聞いてたんだったらわかるでしょ。 父親って。だったら何？言いたければ言えば別に構わないけど。最低だな。あんたさ、雄太がどれだけ大事に思ってるか分かってんのかよ。あいつらに手傷つけて開き直ってんじゃねえぞ。雄太の前から消えてくれ。やっぱりね。 本当は嬉しいんでしょ。何言ってんの？私と龍ちゃんが別れればいいってずっと思ってたくせに。赤ちゃん。違う、俺は。隠すことないじゃん。いい機会だから告白すれば、ずっと好きだったって。いい加減なことを言うな。そんなんじゃない、俺は。そんなんじゃ。 そんな怖い顔しないでよ。なんか飲む？このまま騙し続けるの？ その人と結婚すればいいじゃん。何もかも望み通り手に入れられるわけないじゃない。それで幸せ？ みんな騙して、ひどいことして。
ゆきちゃんはそれで幸せなの？タクちゃん、待って。私誰にも言ってないから。恩着せてんの？違うよ、私はただタクちゃん。俺が何？誰にも言えずに苦しかっただろうなって。就職したのはお兄ちゃんとユキちゃんのこと見てると辛いからなのかなとか。帰ってきたのはお兄ちゃんに会いたいからなのかなとか考えたら胸が苦しくて。楓。何？もういいんだ。もういいって？楓が気にすることじゃないし、もう本当忘れてくれていいから。なんで？ユキちゃん裏切ってるんだよ。だからってどうしようもないだろ。だって好きなのに。俺がゲイだからそんなこと言うの？俺がゲイじゃなくてもそんな風に励ます？俺の気持ち分かろうとする？もうほっといてくれよ。ユキ。お帰り。これからお店？あ、病院どうだった？うん、順調だって。よかった。じゃあ、いってらっしゃい。お、休んでる？うん。ユキ。ユキ。おい、大丈夫か？痛い。え？痛いからやめて。ああ、ごめん。おい、ユキ。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 帰ろう。送るから。ユキ。ユキ。
れよ。え？もう別れよ。何言ってんの？じいちゃんの子供じゃないから。じいちゃんの子供じゃないの。入れよ。ちょっと酒臭い。そらそうだろ、お前は飲んでんだから。どうしたんだ。おい、もうやめとけって。おい、浮気してた。え？ユキ浮気してたんだよ。俺の子供じゃないんだって。ひってえ話だよな。なんで？知るか。バカだよな。喜んじゃってよ。やめちまえよ、あの女。あ？俺なら絶対にお前を裏切らない。俺好きだ。好きだった。